若手映画監督の登竜門、スキップシティ国際 D シネマ映画祭2024。国際コンペティションは日本初上映の10作品がノミネート。新進気鋭の監督たちが言語や文化の違いを超え世界の今を映し出す。日本映画の未来を切り開く、そんな野心作が集まった国内コンペティション長編部門にはえりすぐりの6作品がノミネート。ホラー、時代劇、ロードムービー、アニメーション、国内コンペティション短編部門には8作品の多彩なジャンルがノミネート。国際・国内コンペティション合わせて24作品、新たな才能の息吹を感じるはず。オープニングを飾るのは長編デビュー作から連続してノミネートされた串田武史監督の待望の第3作初級演技レッスン。特集上映では商業映画監督への道と題し、白石和也監督、横浜さと子監督によるトークイベントを開催。事前アンケートで上位にランキングした4作品も上映。特別ゲストとして戸田夏子さんを招きし実施するスペシャルトークイベントなど、映画をより楽しむためのイベントも多数実施。若手映画監督の登竜門、スキップシティ国際 D シネマ映画祭2024、7月13日より。